どうも、なおっちです。まったりやっていくマインクラフト、その30だっけ、29ぐらいまで上げたか、まあ29か30、続きの方やっていきましょう。前回は、拠点をね、新たに作ろうということになったので、拠点作りから始めていきたいと思います。で、曲がね、結構パターン決まってると思うんで、しかも始まりの時の曲、それはね、なるべくね、音合わせをしやすい曲をね、選んでいるんだよね、実は。そういう裏話もあるんで、なるべく曲をね、音合わせ間違えないようにしたいなと思っているんだけど、音楽ドンピシャじゃん、もう。この、曲がいいよね。で、ここの村を第二拠点とするっていうのはね、前回もお話しした通りなんだけど、それだけじゃなくって、村人もね、なんか増えるらしいんだよね。で、だからそういう村人を増やしたりっていうこともやっていきながら、あと村をね、ある程度安全地帯というか、この村人たちの村を守りたいなっていうのがね、あるので、とりあえずね、作業台がある場所の場所だけちょっと調べておきたいんだけど、なんだこれ、見たことない野菜だ。前回吹き飛ばされてるからね、ここに、ここにあるじゃん。とりあえずツルハシじゃなくってステッキ、ちょっちょ、お、1個のか。ああ、6つだよな。よいしょ。で、よいしょ。どうだったかな？こういうパズルのゲームじゃなかったんだけどな。ああ、じゃあいいや。確か、なんか音楽が変に合ってる。こういうゲームじゃねえのにな。違う、じゃあこうかな。あれ、ツルハシもまあ必要だから作っとくけど、でも鉄のツルハシだよな。鉄じゃなくても大丈夫か。一通りは。斧が欲しい。これスコップだ。スコップも必要か。スコップじゃねえ、シャベルだし。じゃあ待ってて。斧調べてきます。はい、お待たせしました。よいしょ。はい、これで出来上がりです。ていうか作業台持ってんな、俺一個。まあいいや、これじゃあ家建てた時に、使うものにしておいて。棒はこうでいいかな。まだ日は暮れないよね。家なんだけど石で作ろうかなっていうことも思ってたんだけど、やっぱりね、木が安牌かなと思って木で、作っていきたいと思います。今回も。とりあえず、ある程度の、なんて言うんだろう、場所っていうのかな。土地を確保したくって、食いすぎたかな。で、どこら辺にしようかな。ここから、そこら辺はもう、なんていうの、村の入り口付近と考えていて、なるべく自分だけでも安全な場所がいいから。で、街を見渡せる場所がいいから、俺の場所をあれにしようかな。どうしようかな。ここら辺深い？結構。そんなことないか。いけそうかな。埋め立てて、水の、なんていうの？周りを水で固めて、それかあれか、単純に、ここら辺を掘りまくって、っていうのもありか。水のさ、周りっていうの、水の中央に家を建てれば
意外と安全なんじゃないかっていうふうに今思ったんだよ。柵を立てようかなって思ってたんだけど、あの柵も立てつつそれをやっていけばかなり安全なんじゃねっていうふうに思ったんで、その作戦でやっていこうかな。というわけで埋め立てようか、多少ね。よいしょ、おら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 、よしよし、いっぱい欲しいぞ土。まあ埋め立てるならやっぱ土が一番だよね。よしよし、まあ砂はガラスとかも確か作れるんだったかな。だから砂は別のことに使うから埋めるときにはあんま使わないかな。お、羊。っていうかあれだね、置いてきたね、牛じゃねえや、豚とか。どうしようかな。あいつらもまあまあ向こうに戻ったときに無事だったらいいや。よし。うわ、スコップが。確かにがっつり使ったけど。あ、ベイクドポテト今、埋めるのに使おうとしてたのか。あ、クラゲ。お、倒せた。まあ、倒せるか。埋めて、埋めて、埋めて。まあでも必要ない場所埋めなくていいか。あ、日が傾いてきた。もう。早いね。よいしょ。寝るか、先に。ここをこう、違うな。こういう風にもうちょい埋めたらいいんじゃないかな。あと釣りもできるらしいから、釣り竿を作りたいね。ここ埋めてあげないとね、あとは。こっちだ、寝る場所は。村人なんぞ知らん。私は寝る。まあ、そのうち増やしてあげるから許してちょうだいね。おはよう。燃えてんね。燃えてるね。元気だね。燃えてる？燃えてるね。元気だね。おはよう。さてと。こここうして。ある程度やっぱりさ、大きい家を少しは作りたいじゃん。というか家と呼べるものをまず作りたいじゃん。あ、なんか落ちてる。なんだこれ。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。どうよ。もうちょい広いのがいいから、もうちょいこっちも上、あ、土。ここだいぶ深いな。埋めるの大変だな。よいしょ。よし。よしよし。ほらほらほら。なんかあれなんだね。他にもさ、お酒っていうの、なんか、効果のつく。飲み物的なのができるらしいね。で、それとか作るのもいろいろ大変らしいからさ。ねえ、どんだけやることあるんだろうって思っちゃったけど。まだ、まだっていうかもうパート30ぐらいやっててさ、まだ第二拠点とかさ、なんか言ってるわけじゃん。やばいでしょ、もう。
石のショベルだとちょっと耐久度が低いか。ねえ、これだと。でも鉄使うのもったいない気がするんだよな。石でいいだろうって話なんだよね。壊れちゃうのは確かに。だるいけど。まあでも素手とそんな変わんないか、そもそも。よし。どうしよう。一旦カットする。ちょっと待ってて。なんか想像以上にね、申し訳なくなってきた。埋め立てるから、埋め立てたら、再開したいと思います。はーい。ようやく、ようやくね、ほんと、ようやく、埋め立て終わりましたよ。で、木も、その際にね、土、むしってる際に集めておいたので、今から作っていきたいなと。土台をね、そうだな。ここに柵で、ここをあれにしようか。で、こっちは柵。こういう感じで。でも、狭いな。多分狭いぞ、これ。狭くねえか。前よりほんのちょびっとだけ広くなったって感じだな。今回は屋根もね、つけようかなって思っているので、狭いな。狭すぎないか。圧倒的狭さだろこれ。あいつらの家より狭いんじゃん。やだなそれは。もう一個大きくしよう。いや、柵は一番端。じゃあダメだ。ここはこうしちゃダメじゃん。こうしておいて。あぶねえ。よいしょ。こうして。で、こうして。で、こう。わあ。よいしょ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 。ああ、あとね、峡谷がね、めっちゃあるんだよ。だからね、多分こっちでもね、石炭とか鉄困らない気がしてて。こう。で、ここ、入り口の位置迷うよね。迷わない？よしよし。じゃあ、入り口を、この位置にして、で、屋根ってみんなどうやって作ってんの？あんなのがあるんだ。へえ。俺でもあれでいいかな。豆腐で。とりあえず。よいしょ。ある程度の高さがね、欲しいからね。じゃあ豆腐もどきにすりゃいいんじゃない？できないかな。こんな風にうまく。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。いいよ、街っぽくなってきたよ。家っぽくなってきたよ。よいしょ。よいしょ。お？今どこ行った？まあいいや。木はまだあるんですよ。あるんですよね。よいしょ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 。ただね、ああ、捨てちまった。まあ、足りるでしょ。もう一段だけ高くしようかな。
しょ。大体どのくらい？もう一段高ければ十分かな。やっぱりね、上の空間がね、ある程度ないと不安だよね。高さがないとね。よいしょよいしょ。これでも次登るとき、ああ、まあでも大丈夫か。よいしょ。ていうか暗くなってきてんな。木も全然足りないんじゃね。よし、これで、あとここのところを埋めりゃ、OK だから。痛い。でね、すぐ寝れるんだよ、ここ。ほら。だからね、作っといてよかった、ここに。よし、よしよし、いいぞいいぞ。もうちょっと木が欲しいから、木取ってくるか。よいしょ。これ何なんだろう。取ってみりゃまあわかるんだろうけど。こんにちは。皆さん、今朝もご機嫌いかがですか？いいですか？これで。どうしようかな。もう一回上に、こっからつけれんのかな、天井。やってみるか、一回。つけれそうなもんだけど、ああ。あ、つけれる、つけれる。まあ、屋根さえつければね、こっちのもんよ。よいしょ。これであとは扉、あ、扉とか作ったりしていけば OK。 あら、今何分ぐらいやってんだろう。これカットだいたい10分ちょいぐらいしてると思うから、もう少しできるかな。よいしょ。あ、松とオークでちょっとちげえの持ってきちゃったな。木を。まあいいや。ちょっと色違うけどいいでしょう。上見ないしどうせ。よし、これで。あとは扉さえあれば OK かな。何これ。窓すらない。窓がない。窓作ろう。かまどもない。作ろう。あ、ここのお借りしようかな。あ、でも、いや、借りよう、ちょっと。石炭、まあ、2個でいいかな。で、砂、砂。で、扉、扉。扉はどうやるんだったかな。また、これもね。よいしょ。見てくるか。見てきまーす。はい、作ってまいりました。ついでにね、フェンスも作れるだけ作ったんだけど、ドア、えい、よし。やっぱここ1マスじゃちょっとやばいよな。窓どうしようかな。こことここ、で、あとは
斧が折れた。今、斧が折れた。おーのーって言おうとしたけど、なんか、一瞬ためらってしまったよ。まあね、なんか行ったところででっていうね、感じだし。できたかな？できてる。ありがとう。今思ったけど、ここ開けてるとなんか不自然だよね。だから、そこは埋める。で、パン、こう。よいしょ。お、俺の技術力の向上。素晴らしいじゃないか。ねえ、こんな木を、木じゃねえや。なんだっけ、窓か。窓作ったぐらいでドヤ顔。だけどさ。いや、考えられないでしょ。初期から比べると。よいしょ。よいしょ。いいね、いいね。明るい我が家が待ってるよ。積水ハイムだね。あ？積水ハウスだっけ？まあいいや、なんでも。よいしょ。よいしょ。よし、よし。よし。でもこんな窓多いのも、なんかな。中は見られちゃうじゃん。ねえ、それはそれでどうなのって思うけど、まあいいか。いい感じじゃん。家らしくなったじゃん。あとは明かりだ。松明を、もう石炭ある分だけで作ってしまおう。で、今日から我が家を普通に向こうで、過ごせばいいから、よいしょ、これだけもらうよっと。というよりか返してもらう。なんだパコパコ変な音してたんは。こっちへ行って、あ、ああ大丈夫だ。ベッドどこに置いとこうかな。まあ端っこかな。ここら辺。で、作業台。作業台を。よいしょ。で、こうだったかな。で、作れるだけ作って。多分まだフェンスが足りないので、こうだったかな。こう。これで足りんかな。15でしょ。ちょっと微妙なんだよな。くそ。よいしょ。よいしょ。そう、こうしとけば多分水だし、二重で安全なんじゃねえかなっていうね。何度かね、近隣にいろんなのが出てるっていうのはもう経験済みなので、これをやっとくことによって、多分、多少っていうかだいぶ防げるんじゃないかなって思ってるんですよ。よし。じゃあ、次回までにこのフェンスも全部作っておくので、で、一旦ちょっと時間がね、わからないので、長くなってたら申し訳ないのでね、ここで切らせてもらいたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回でね、拠点を、っていうか、新しいマイハウスを作って、いろいろ、近隣のね、探索に行きましょう。サトウキビを、確保して、また地図を作ったりとかやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。